こんにちは、こんにちは、クラゲでございます。というわけでやってまいりたいと思います。マリオカートですけども、おっと声が違う。そういうことですね。今回から喋るのはイカでございます。どういうわけかと言いますとですね、こちら新企画になりますね。運転をクラゲがして、喋るのはイカがするというですね、雑談カートやってまいりたいと思いますけれども、雑談と言いましても、ただただ一人で喋るわけなんでございますけども、どういうわけかと言いますとね、またどういうわけかと言ってるね、テンションが、バグってるわけで、今、かなりハイな状態でやってますけども、ですね、イカじゃないですね、私ですね、グラフ系からね、データを2レースほどね、もらってね、それにね、音声を入れていくっていうね、ことでね、このマリオカート実況っていうか、ほとんど、勝手に喋るだけなんだけど、そんな感じでね、やってまいりたいと思います。ちなみにこのデータ初見でやってますので、ね、どういう、あれで、生きるのか、で、行くかは全然知りませんけどもね、やってまいりたいと思います。でね、こうやってね、ちょこちょこね、全然関係ない話をしようとするのでね、気をつけてください。で、最初までね、丁寧語でね、喋ってますけれども、そのうちに、ただ普通に、丁寧語じゃないやつ、普通語で、喋るんだろうと思います。はい。で、最初にね、このレースが始まった瞬間にね、予想順位を立てたいと思います。で、今回はね、どうしましょう。今、8位なんで、そんな上がらないだろうと。5位にしましょう。5位で、行くのかな？さあ、11、あ、やべ。さあ、11位ということで、やってまいりたいと思います。やってまいるのは、クラゲなんですけども。で、こういう時にですね、こんな、ミラクルエイトやったら全然、一気に使うな。全然関係ない話をね、ここでやっていくわけなんですけども。最初のレースはね、次のレースから喋っていきたいなと思いますけども、今9位いい感じなんじゃ、5位って言うたけど、5位、おまだよね、ゴールあとちょっとやけど、6位やろ今、5位いいんじゃん。あれちょっと待って、お前待て、生きるな、待て5位、あちょちょあちょバン、3位かよ、惜しかったね。あとちょっとで当てれたかもしれないけど、あ、レート結構、あ、久しぶりにレート見たけど、上がってる？もしかして。やべえ。全然、あいつのマリオカード見てんのがバレる。え何じらさないで、そんなじらしプリンしないで。おう、よかった。というわけで、今回の順位は、何にしよっかな。そんなうまくいくわけないだろうということで、もう一回2位にしましょう。これ2位で。1位は取れない。はい。というわけでやっていきたいと思いますけども、このステージね、楽器がいっぱいありますね。これな、ちゃんと音、おい、すごい当てられたな。ちゃんと音鳴ってるよな。なんかそれがいいよね。なんかマリオカートってそういうの結構手込んでたりするから、ここもね、これ何だっけ、名前。おい、そこ飛べるんや。知らんこと。やばい、全然、だからおい、ざまー。わーにゃ、落ちた。あーにゃー。あーにゃー、頑張って帰ってきて。全然スパイファミリー見たこと、アニメ1話だけ見て、あと見てねえんだよな。めちゃめちゃ2話かい。あーにゃの何、面白動画集、面白動画みたいなのは見たりするんやけど、見たり、なんか YouTube 流れてきたりするから見るんやけど、なんか本家をちゃんと見たことねえんだよ。あ、1話だけかな。なんかちゃんと見たのは1話だけかも。漫画も読んだことね。5位でキラー、あらもう、わー、すごい今誰かの叫び声が聞こえた。あらロンキー、わかんないけど。さあ、前に走りますはラブリーちゃんですね。
さあやっていきますけども、やべえ何話してたかって、ここすごい、ここすごいってか、よこれ俺苦手なんだよね。無理。お、その締めはラブリーちゃん。あ、1位は、お、1位ヨッシー、結構離れてるね。いけるか。まあでも2位って予想したから2位でやってもらわないと困るんですけども、やべえ全然、お、あれ、お、いつの間に俺ガチで2位あるんじゃないか。うわ、やべえ全然雑談するとかで全然喋ってね、どうしよう。なんだろう、もう一周しかねえからやめよう。また次から喋ろう。まあ、喋ることはね、決まってね。あ、そう、次の、じゃ予告編だけやっておきましょう。あー、待って、ゴールしてからにしよう、喋るのはね。おお、危な。よう、当たらんかったな、今。てか、それ、当てる。あ、後ろ。お、たらない。おい、おい、おい、待って、1、待て。1やめろ、1やめろ。2や、2。おお、キャ。バカだね。バカ、お前。何やってんだよ、クラゲ。はい。というわけで、まあ、こんな感じでね、あの喋りながらやっていきたいと思います。次はね、あのマクドナルドの話をしようかなと思います。というわけで、バイバイ。